陸上自衛隊音楽家。音楽家は隊員の士気を高揚するための演奏や広報活動に関する演奏を行います。部隊の任務は4つあります。陸上自衛隊のための演奏、国家的小儀式における奏楽、一般の要請に応ずる演奏、音楽家に必要な知識・技能を習得させるための教育訓練、以上の4つです。私は音楽陸曹としてこのチューバという楽器の演奏を担当しております。演奏業務では特別儀仗やそれぞれ各種演奏会において舞台の根幹を担う低音というものをこの楽器で演奏しております。またそれとは他に係業務として通信機材兼音響係として各種演奏会での音の覚醒または録音、それから CD の作成といったことを行っております。音楽隊は国賓・公賓の歓迎行事での演奏や国家的行事の演奏を行うほか、全国各地でコンサートなども行っています。日々の訓練内容としましては、個人練習、合奏、体育訓練、それから係業務といったものをそれぞれの日に応じてバランスよく組み立ててそれぞれ訓練をしております。自衛官として身につけておくべき基礎的な知識や技能を維持・向上させるための訓練も欠かせません。私は今音楽職種の自衛官として活動しておりますが、まず音楽家として一人前になること、また自衛官としても一人前になること、この2つを大きな柱として捉えて今後も自分の技能また知識を磨いていきたいというふうに考えております。私たちは音楽家職種として日々演奏しておりますので、やはり一つ一つの演奏会に対して良い演奏を常に心がけて練習をしております。音の力で国を守る音楽家隊員の演奏は、隊員の士気を奮い立たせ、被災者を勇気づけ、国民を元気にしています。